ストマン。この一袋しかない。急な勝ち込みにもこれ一袋。極東フードのヤクザ揚げ。けじめつけろや。 あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。 これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。 鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
行けそうだ。 戦う。 結晶が多いな。
Nanda. あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこには数多の情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ、探してみるか。そうだな、この辺りだと。 馬の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。 助けられる。
Majika. か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。 この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。 道はどこに続いてるのやら。楽しいところじゃないだろ。分かってきたじゃねえか。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど。 こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。 汚れのせい。戦うしかないぜ。
ーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況今日は常に変わってくってことだ。ありがとう。ありがとう。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。
つかれた。分かってる。よし。お前なら新しい技を習得できそうだな。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。
座敷わらし。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。仏壇か？力を使え。姿が見え。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。もう泣くな。朝に合わせてやるよ。見てみろ、床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。油断するなよ。近寄るな、ぬすっとが。座敷わらしは誰にも渡さん。ぬすっと武田家シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。
この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃあダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。アレビトの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。邪魔者はいなくなったな。
強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。なんだ？一安心ってとこだな。なんだ？これでよし。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか？陰りへの展望台とかは悪くない。タヌキ？気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。一体どこ？聞いてください。ここで供養していた人形が逃げ出したんです。私はその後、すぐに事故で死んでしまいました。あの人形、髪が伸びたり供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか？どんな人形なんですか？先に亡くなったあれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。よし、思念が見えたぞ。